皆さんこんにちは。本日のご紹介なんですけれども、こちらになります。でこちらの方は、アキーヨからリリースされております AIO5 プレイという製品になるんですけれども、まあ、主にバイク用製品ということで別動画上げておるんですけれども、実はこの製品なんですが、車でも使えるように設定が新たにされているモデルということで、今回は四輪車での取り付け例ということで皆様にご紹介をしていきたいと思いますので、特に純正のナビ等でカープレイ、Android Autoが使えない、まあそういった方にとっては非常にうってつけの製品になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。で、カープレイ、Android Autoが使えないということなんですけども、今回こちらはですね、初期型の NBOX になるんですけれど、このエントリーナビ VXM-184 の CI、まあ代表的なものとして、このギャザーズのナビなんですけれど、これ、カープレイ、Android Autoというのが使えないナビになっております。どこで、カープレイ、アンドロイドオートが使えるのか使えないのかっていうのを見極めるのかということなんですが、この部分になります。で、iPod なんて今も使わない機能になっているかと思うんですけれども、まあこういった機能が入っていたりとか、あと SD とか USB とか、まあこういう機能が入っているナビとかですと、使えない可能性というのがあるということになります。ちなみにこの NBOX なんですけれども、このナビと連動している USB ポートというのはついておるんですけれども、カープレイ、Android Autoが使えないので、まあ、携帯とつないでもマップの表示等はできないようになっているというものになっております。特にこういったナビに使っていらっしゃる方にとっては非常にうってつけの製品になってくるということになります。まあ、この車は妹の車なんですけれども、まあ、特に車に興味がないということで、まあ、基本的にもう純正のままでいいやっていう人なんですけれども、このナビ自体もわざわざ取り外したくないと、純正のままがいいということがあるかと思います。まあそういった方も非常に多いんじゃないかなと思います。だけども、カープレイ、アンドロイドオートは最低限使いたいよという方もいらっしゃると思うんですね。まあそういった方に付けなのが、まあ今回これご紹介する AIO5 プレイという製品になってきます。まずはこちらの設置例、非常に簡単ですのでご紹介をしていこうと思います。今こちら取り外した状態になっておるんですけれども、まあこれが通常の状態となっております。で、この NBOX に関しましては、このダッシュボードの上なんですけど、ザラザラしておりますので、これ付属のこちらなんですけれども、ベースを取り付ける必要というのがあります。その理由というのは、こちらの吸盤ですね。で、これがまず一つ新しい製品になるんですけれども、これが車に付けるためのマウントホルダーになります。ここからここまでの部分。これ、アキーヨの専用のホームページ見ていただきますと、出てきておりますので、まあ、四輪用ということで、販売をしております。また、で、これをつけるために、これ、付属で、このベースというのがついております。で、それを、まあ、これ吸盤になってるんですけれども、まあ、これがマウントになっておりますが、まあ、こういうものをつけていって、で、あとは、そのままカチッと固定する、非常に強固な作りに、なっている非常にごついものとなっております。まあ、これはアキーヨの純正。まあ、特にアキーヨの純正にこだわる必要がないという方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう方にとってはまた別途いろんな付け方があるかなとは思います。まあ、今回はあくまでもアキーヨの純正品を使った場合での、まあ、ご紹介ということになります。もう一つ、車につける上で必要なオプション品なんですけれども、それがこちらになっています。これです。こちらの方が1インチのボールジョイントになっておるんですけれども、このホルダーの専用品ということになっております。で、これ自体は付け替えができるようになっておりまして、まあ、純正モデル、買ったそのままのモデルになりますと、標準で付いているのがこちらになるんですけれども、こちらからこちらの1インチのボールジョイントに付け替えるという必要性があります。その場合ですと、ここの1、2、それから、ここの中にあるネジ、この3つのネジを取り外して、付け替えていただければ、設置が可能になります。それを、そうしますと、もう簡単に、パッと取り付けができる。最後に、この AIO5 プレイのハイライトなんですけれども、この電源ケーブル自体が、なんとこれ USB だけで電源が取れてしまう。ここがね、すごく、使いやすいポイントになってくるかと思うんですけれども、これが標準でついておりますので、この NBOX の場合ですと、下に USB のポートがありますので、もうそこにつなげるだけということになります。
見ていただきますと、ここの部分なんですけど、ここに USB のポートがありますので、ここに USB の A アダプターを接続するだけと、まあ、いうことになります。線自体は1本しかありませんし、また、ごついものになってなくて、非常に細いものになっておりますので、まあ、取り付けた時も、それほど見た目が悪くならない仕様となっているかなと思います。配線の状態としては、ここの部分なんですけども、このナビの横の部分を通してあげて、で、最後下、通してあげて、下に配線を守っていく。まあ、こういった取り付け方になってくるかなと思います。非常に簡単に取り付けができるようになっているというところも、この AIO5 プレイの大きな特徴になってくるかなと思います。はい。そうしますと、こういった形で取り付けができるようになりまして、今電源が入っている状況なんですけれども、こういった表示にすることができるということになります。でこちらの方を押していただきますと、即座にカープレイの方につながるようになっているというのも AIO5 プレイの大きな特徴になってくるかと思います。はい。このような形ですぐにつながるのがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけれども、これでカープレイ、Android Auto が使えると、まあ、いうことになります。やはりね、純正のこのナビっていうのは、まあ、この NBOX なんですけど、今の最新の NBOX ではなくて、先代の NBOX になってきますので、まあ、このナビ自体はですね、非常に古いものになっておりますし、マップも古くなってきますし、更新ができないような状況になってくるということなわけなんですけれども、このカープレイになりますと、Google マップを使うことになりますので、ネット上で常に更新されたデータがここで見れるということになりますので、まあ、そういった意味においても非常にカープレイ、Android Autoを使うメリットというのは高いんじゃないかなということが皆様にお伝えできるんではないかなと思います。はい。ってことで今回なんですけれども、アキーヨからリリースされております AIO5 プレイ、まあ、こちらの製品の四輪車で使った場合のご紹介ということで、アキーヨから新しく登場しております四輪用のダッシュボードマウント、また1インチのボールジョイント含めて今回ご紹介の方させていただきました。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はそちらの方一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。